もし雷の剣について天領奉行の力を借りることができなければ非常に危険な状況に陥る可能性もある。これは何も我々の本心じゃない。ただ今は人手が本当に足りないんだ。理解してくれ。そうですよ。だからこそ話し合いが必要なんです。おーい、トーマ、何かあったのか？君たちか。ちょうど君たちが稲妻に残した影響について話していたんだ。いや、以前は柊木さんの手紙を送り届けてくれてありがとう。お二方のご友人でしたか。僕は九条家の次男である鎌治様の付き人です。一平って呼んでください。まあ、これまでの三奉行の仕事は将軍様のために情報を集め指示された任務を執行することだった。だけど近頃将軍様が西洋を告げられ誰にも会わないようにしているんだ。つまりもう俺たちの代わりに物事の判断をしてくれる人がいないってわけさ。将軍様に心の整理をする時間が必要なのはもちろん理解している。だけど時期を同じくして稲妻外界で雷が荒れ狂い始めたのも事実なんだ。その通り、長きにわたり雷の規模や形態に変化が起きたことは一度もなかった。けど現在それらが稲妻の島々に近づきつつあるみたいなんだ。うえ、それって将軍に今稲妻を滅ぼそうとしている意志があるってことか。それともオイラたちに復讐を？そんなことないぞ。オイラたちに負けたやつのことなんか怖いもんか。オイラは将軍が怒ってるかどうかちょっと心配なだけだぞ。うん、ほんのちょっとな。そこは安心してくれ。俺たちが心配しているのは将軍様なんだ。今まであのお方の意志が揺らいだことなんて見たことなかったからね。それにリーユへの神が近頃去ったことを思うとどうもいい兆しには思えない。雷が荒れ狂うのは将軍様の体に何か起きたからだと考える人も多い。誰にも会わないのは悪い影響を拡大させないためだとかなんとか。だから変な噂が広がる前にお嬢に頼まれて天領奉行と対策を練っていたところなんだ。もし混乱が起きた時に対処できるようにね。しかしそうは言っても天領奉行の内部は今非常に不安定な状態なんだ。他の家紋に対して九条家の制御が効かなくなってる。どうしてそんなことになったんだ。九条家がファデュイと結託し稲妻を破滅に追い込んでしまった。今は将軍様の裁きを待っている最中だ。ただ将軍様からの命が下されていないだけで天領奉行の人間が交代することは皆が分かりきったこと。簡単に言えば配下はもう命令を聞いてくれないのに仕事は同じようにやらなきゃいけないってことだね。高雪様の体がまだお元気であれば何か方法もあったのではと思いますが、今はあの時真相を見抜けず父を止めることもできなかった。そして父の代わりに当主の仕事をやってる今もなお内乱を鎮めることができていない。全部僕の力不足のせいだ。そんなことおっしゃらずに鎌治様、元気を出してください。少なくとも若旦那が戻ってくるまで耐えなければいけません。今の九条家にはもうさまつな変化にさえ対応する力がないんですから。ああ、それもそうだな。兄さんも今切羽詰まってる状態だ。迷惑はかけられない。それじゃあトーマ、先ほどのことはまた後日話そう。僕は今から高司家の当主高司進に会いに行ってくる。今この状況を統括できる人物は彼くらいだろう。ああ、分かった。今後のためにも早く天領奉行内部のことを解決しておいてくれ。では僕もお供します、鎌治様。いや、僕一人でいい。え、そうですか。ではお気をつけて、いってらっしゃいませ。でも雷のことも天領奉行のことも元はといえば全部将軍が急に西洋を始めたことが原因なんだよな。このまま話を進めても
ビクビクするだけで解決しないと思うぞ。え、そんなことできるんですか？わからない。でも試してみる価値はあると思うぞ。出てきてくれるかは将軍の気分次第だけど。なんとか糸口が見つかったみたいだね。じゃあ君たちにお願いしてもいいかな。みんな将軍様のことを心配しているんだ。もしあのお方に会えればいらぬ噂も自然と消え去ることだろう。ありがとう。また君に借りができたね。こんな状況で将軍に会えるかもしれない人ってあいつしかいないよな。じゃあ早速鳴神大社に行こう。よもや休憩時に神社の気品を迎えるとはな。わらわに会いに来てくれたのか。口は達者じゃが目は嘘をつくのが苦手なようじゃ。何か用事があってわらわを訪ねたんじゃろ。まあじゃがその返答は少なくともわらわをいい気分にさせたことは確かじゃ。言ってみるがいい。何を聞きたいんじゃ。最近将軍が声優を取ってるって聞いたんだ。それで稲妻外界の雷が不安定な状態になってるらしい。噂によると雷は将軍の意志と関係があるからみんな将軍の具合が悪いんじゃないかって思ってるみたいだぞ。はあ、ま、何時らになら隠す必要はないじゃろう。将軍様はあの戦いの後心がこじれて人が変わってしまったんじゃ。将軍様の力は日々衰えておる。何時があの時強く打ちすぎたせいじゃな。あやつにとって敗北は何よりも重い一撃。それにこの前わらわが会いに行った時うっかり三色団子と娯楽小説を忘れてしまってな。ああわらわの旧友よ、甘味を食べながら娯楽小説を読むことができず心が乱れて泣きわめいてしまうとはしくしくかわいそうに。そんなことで泣きわめく神がいるか。仕方ないじゃろ。わらわからすれば何時らの心配はわらわの嘘と同じように無意味なもののように聞こえる。あれは永遠を求める永じゃぞ。凡人の命などあやつからすれば主由に過ぎぬ。凡人に安否を心配されてどうしろというのじゃ。ってことは無事なんだな。詳しい状況はわらわも知らぬ。静養したいと言っておったしわらわもこれといった用がなかったゆえ自分から面倒に巻き込まれに行く必要もなかったしの。じゃが雷の件はわらわも耳にしておる。あやつの意志に変化が起きたという点についてはいささかありえないことでもないじゃろうな。静養中に会えるのは稲妻でもわらわだけじゃ。じゃがなぜわらわが何時らの手助けをせねばならぬのじゃ。浮世のすべてをとっくに見飽きたわらわの心を一体何で動かそうと。その答え気に入ったぞ。これは通行証じゃ。門番の奥詰衆に見せれば中に通してもらえるじゃろう。ありがとう巫女。さっきの質問は冗談じゃったがあのように答えたからにはしっかりとやってもらうぞ。そうじゃ通行証も後でわらわに返すんじゃぞ。
将軍様は現在静養中です。誰も会うことはできません。オイラたち、巫女からもらった通行証があるんだ。ご冗談を。今まで宮司様が他の方に通行証を渡したことはありません。それがたとえあなたたちのように名高い旅人であろうとも、将軍様はそんな八重宮司様を信頼しているからこそこの通行証に効力を。これは本物。わかりました。将軍様の命に従い、あなた方を止めるわけにはいきません。失礼しました。どうぞ中へ。しかし静養中の将軍様に対してくれぐれも失礼のないようお気をつけください。なんかうろうろ歩いてるぞ。落ち着かない様子だな。あなたたち、どうやって入ってきたのですか？無断でこの地に入る者は直ちに排除します。待て、オイラたちだ。なんでまた敵を見るかのような感じになってるんだよ。もう仲直りしただろ。ここに入ったのも正当な手段を使ってだぞ。いけません。武力行使は禁則事項でした。とにかくお帰りを。私の静養を邪魔しないでください。知る必要はありません。これが私の静養時の状態です。うん、なんかちょっと変じゃないか。この身に休息は必要ありません。しかし私はあくまでも内なる者の協力者。静養が彼女の意志であるならその願いに従うまでです。ってことは、西洋は中の A が干渉してるんだな。でもなんでだろう。たとえ将軍が外で活動してても一心浄土には影響しないはずだろう。あんなに大きな庭園もあるんだし、西洋にぴったりな環境じゃないか。彼女の願いです。それ以外言うことはありません。今の私が外へ行っても何もやることはありません。事務を処理しないのもそれをすることができないからです。ん？どういうことだ？全て禁則事項です。もう私に話しかけないでください。うい、どうしよう、全く会話が進まない。あなたたちでしたか。お久しぶりです。将軍は今都合が悪いので、私に会いたければ直接中へ来てください。急にオイラたちを中に引き入れるなよ。びっくりしたぞ。あら、何を慌てているのですか？外の将軍は壊れちゃったのか？修理しないとダメなんじゃないか？その心配は必要ありません。あれは私の意思です。将軍のほとんどの機能は私が一時的に停止しました。今の将軍は事務も処理できず、私として振る舞うこともできません。ですの、言ったはずです。稲妻の永遠について、もう一度よく考える必要があると。それには時間が必要になります。そして、私が考えを終えるまでの間、元となる規則にのっとって動く将軍が間違いを起こしてはなりません。あ、将軍にスイッチみたいなものはないのか？ありません。想像した時は停止することを考慮していませんでしたので。それに当時の私は、未来の私が将軍の運行規則を変える可能性があると考えた上に、そのようなことは
永遠にふさわしくないと思ったのです。そのため予期せぬ事態に対する保険として、将軍は規則修正に対して非常に完璧な防御機能を備えています。私にとって人形の規則を直接変えるよりも、永遠の形についての考えが終わるまでいくつかの機能を一時的に停止する方が効率的なんです。そういうことか。じゃあ稲妻外界の雷が荒れ狂ってるのは将軍の機能がいくつか停止したからなんだな。雷が荒れ狂う？それは初耳ですね。え、知らなかったのか？実は。なるほど、外界の雷がそのようなことに。厄介な状況なのか？操作の手違いでそういうこともあるんです。後で私が将軍を調整すれば問題ありません。そんな目で見ないでください。こういった操作は今までにやったことがないんです。将軍の構造は複雑なもので、調整をするだけでも問題が出てくるものなんです。これは言い訳ではありませんよ。ええ、事実を言っているだけです。大丈夫、気にするな。解決できればそれでいいんだ。いいえ、進むべき方向は見つけたのですが、未だに矛盾が存在しています。しかしそれほど急ぐ必要はありません。慎重さを欠いて結論を据えてしまっては本末転倒ですので。え、みんな将軍の元気な姿を見れば、外で噂されてる憶測とかもなくなると思うぞ。それに場所を変えて気分転換すれば、新しい考えが思いつくかもしれない。私にこの一心浄土を離れろと？確かにそうですね。今の将軍は私の代わりに事務を行えないので。わかりました、外に行ってみましょう。気分転換に行くのですから、私のことはエイと呼んでくれて構いませんよ。堅苦しい呼び方はあまり好きではないので。え、でもオイラたちの目の前にいるのはエイの意識だろ。意識はここから離れられるのか？もちろん方法はあります。自分で自分を監禁するような真似はしません。おお、じゃあもう心配はいらないな。これからはオイラたちがお前のガイドだ。ガイド？何ですかそれは。今の稲妻で何が美味しくて何が面白いか、オイラたちが紹介してやるってことだ。よし、じゃあ出発。空気に懐かしい匂いが漂ってますね。足元にもしっかりとした感触が。気分転換とは言いましたが、どのようなところに行けばいいのでしょう。まずは城内で一番賑やかなところに行こう。